この名護市がすごいのは3つの無償化、同じ市長という立場から見て戸口さんがどれほど頑張っているのか、子ども医療費、そして保育料、そして給食、まさに未来を作る子どもたちのための子育て無償政策3本柱でございます。この3つの無償化、なんと素晴らしい政策だろうというふうに見ております。それを公約として約束するだけでなく、実際に今実現しているのがこの名護市、そして戸口市長さんなんです。素晴らしい子どもたちの未来を守る、そして子どもたちを育てる親御さんたちを応援する、この3つの無償化の制度を継続していただきたいと思います。皆様の大切な一票を戸口市長に託していただき、保育の問題、医療費の問題、そして介護の問題、さまざまな暮らしに関わる問題を全般的にしっかりと担っていくためにも、戸口武豊さんの再選が私は絶対に必要だと確信しております。